どうしようかな、悩むな、悩み事か、お疲れ様です。ちょっと登場曲迷ってて、そうなんか、それじゃのまのマイエイにしろや、嫌ですよ、いやもう決まったから。マジか。広島ローカルニュースのカップ選手に質問するコーナーで、野間選手に登場曲の決め方を聞くと、個人それぞれあると思いますが、僕は強制なので、と回答。野間選手の登場曲といえば野間のマイエイなんだけど、これは強制的に9年間使われてるそう。野間選手によると、1年目のオープン戦、登場曲に迷っていると、菊池選手が野間のマイエイにしろ、と強制的に決定、嫌ですよ、と言っていたものの、気がつくとその曲になってたみたい。そんなエピソードを明かしてくれた野間選手、変更しようと思えばできると思うんだけど、イメージが定着してるしぴったりだよね。マイ先輩の言うことは聞いておくものじゃ。ちょっと面白そうなエピソードだったので紹介させてもらいました。それではまた。